ヤフーで、そう今来て、絶対来た方いると思う、他にも。びっくりしちゃって、ってしちゃった一人で反応してた携帯に。話しちゃったで、誰かに話したくなる豆知識。ちょっとまだなんかね、内容見てないからわかんないけどさ、これ絶対内容知ったら話したくなっちゃうじゃん内容知らなくてもこんだけ話してるんだね。内容知ったらもう絶対言いふらかしちゃう。でも栗美味しいよね。ね、栗美味しすぎてさ、ほんと甘栗を何ヶ月か前で、甘栗をね、なんか何個か、そう、何個か家に保管してた。保管っていうか、なんて言うんだろう、買いだめしてた。何袋か、そう。でも何袋だったかな、8袋入りを買ったの。嘘、8袋入り買ったんだけど、分けた分けたって。だから実質ね、3袋しかね、あゆはね手にしなかったよ。嘘、分けた、お裾分けした。今栗皮っていう皮かな、なんだろう、なんなんだろうね。だってもう皮以外何かある？だってね、身じゃなきゃもう皮しかなくない？種食べてるんだってみんな種食べてるんだって、有馬だけ。種美味しい美味しい言って食べてるんだって。やばね、やばいね、種じゃ栗なっちゃうよ、お腹に。なんかスイカとかさ、よくあったじゃん、スイカの種食べ、栗の木生えてくるよ栗の木生えてきちゃう。種なんだ。みんな気をつけてね、栗の木生えてこないようにお気をつけて。でもきっと多分栗苦手な方もいると思うから、そうだよね。はい、もうモンブランだと栗苦手だから、そう、モンブランじゃなきゃ全然好き。そう、栗ご飯とかさ、甘栗とか、あと何かある、あと見てください、はい、栗きんとん、あ、栗きんとん苦手だ。なんだろう、甘く加工されてる系、栗が、栗が甘々に加工されてるのが多分苦手。さあ、それこそ栗ご飯とかはなんて言うんだろう、栗をそのあれじゃん、でモンブランとか栗きんとんって、栗の栗まんじゅうみたいな、あと栗大福とかも
きなんだろうなと思った。多分わかんないけどね。そうそう、焼き栗が好き。あ、焼き栗おいしい。とさん売ってるじゃないですか、それこそいっぱいどうですかいっぱい売れるよねそう、なんか全買いたくなっちゃうけどさ、毎回のつどつど、あ、え、いい匂いみたいな。でもさ、結構な頻繁の距離であるからさ、全部買ってたらなんかもうなんかそう栗お化けになるよね全部買うと。あれ好きです、あのなんかあれだよねおいしいよね。そうそうそう。でもね、最近栗のなってきた。なんか栗の蒸しパンとか。うん。多分だけど。まだダメ。取れないと思う。永遠の壁だと思ってるです。そう、そんな感じ、そんな感じ蒸しパン大好きやって。蒸しパン美味しい、わかる。でも蒸しパン小さい時から好きだよね。ああいうハーバーは好きです。ハーバーってマロンだよね。そう、ハーバーはね昔から好きハーバーは好き。あと栗せんべいっていうのも食べれた。そう、食べれる。あとなんだろう、栗使われてんの。あとなんかあるかな。何それ初めて聞いた。え、何それ美味しそう。何それ美味しそう。え、絶対美味しいじゃん。え、じゃん。え、今チョコつながりでいくとここながら食べてない。ココアパンっていうパンが気になる。そう、なんかパン何かなと思って。そう、なんかさ、そう、見た目が可愛くて、可愛いって言っても普通。え、そう、ここはここはここは、え、そう、ここは色、チョコ色、茶色の、そう、パンなんだけど、なんか中に栗、なんか苦手なもの入ったらどうしようっていう風な、え、そう、発想に至って、え、そう、手をつけれてない。でも今度絶対買おうと思った。チョコチップ蒸しパンミニストップに売ってるよ。だって、えー、行ったら買ってみます。あったら行って。
がチョコチップ何それ蒸しパンぶどうも初めて聞いた。ロールケーキはどうなのだって。ロールケーキね、アイス好きだけどまあやっぱダメ。そう、なんか食べれないことはもちろんない。二口食べたらもうあれダメ。二口でもう体調あっ食べないし、ロールケーキは大丈夫なやつは大体そう見て判断してる。そう食べたかった。そうなの。体調崩れちゃう。そうだから揚げ物もダメだし、そうだから多分ほんと油分ほんと油分で、そう油分、そう油も言っても治んない時あるもん。全然ひどい時。そう なるべく早く寝る。5分でも。そう、ちょっとマシになる。そうすると、野菜とかゼリーとかさね、主食野菜みたいな1回ぐらい。だってパンとかもそうだもんね。お米と野菜って合わない、絶対もうなんかもうそうなったら絶対食べてる。はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います。読みます。オクラとかなら合う。だってあ、いやオクラ苦手なんですよ。そうオクラ食べれない。FANGYU さんありがとうございます。11位ギャローさんありがとうございます。10位プラハタハさんありがとうございます。9位ミーさんありがとうございます。7位アキラさんありがとうございます。ヒカルンありがとうございます。4位カンさんありがとうございます。8位ナミーさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さん、ぜひまた明日も見てください。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。